せーの、新高でーす、ピースピース。今回は皆さんから、今まで人生で死にかけたエピソードを、インスタグラムで僕がね勝手に募集しました。うん、今回タカはね募集してない、勝手に。そう、なんか気になったんだって急に、うん、なんか、かわいい、なんか気になっちゃって。で、あの、いろんな経験してはります、やっぱり皆さん、うん、本当にガチで怖いのもいっぱいあるみたいだから、そう、超楽しみにしてます。はい、じゃあ今回僕が全部読んでいきます。はい、お願いします。はい、赤ちゃんの時タバコ食べちゃって胃洗浄された。小学生の時川に流された。これ同じ人なんですけど、まあ、2回死にかけてるらしい。川に流されるの怖くね、普通に。いや怖いし、赤ちゃんでタバコも結構やばいから、ね、確かに普通に怖いかも。え、あの、いい洗浄ってどうやってやるのかな。確かにどうやってやるのやろ。ここもう水、チューブみたいなんで胃に入れられるんじゃない。だから吐かなあかんってことやろ。ああなるほど、ね、いやー怖い。川に流されたのもやばい。タカもあるよ、川に流された。あ、川じゃないわ、海だ。海に流されたことある。俺も市民プールで溺れたことある。え、溺れるってマジで怖いよ。溺れる、溺れるって本当に怖いよ。だからタカ今泳げないもん、トラウマで海。俺そっから水泳習わされた。あーね、そう。え、タカあのさ、泳げないけど潜れんのよ。意味わかる。あーなるほどね。泳げない、もうクロールとかできないけど、だからその、だから酸素とかがついてたらもう安心して。え、違う、これ。あ、はできんねや。はできんねあ、すごいよ。そうやね。はい、じゃあ次行きます。はい。シャリで事故って死んだって思ったら、車の中からスキンヘッドの怖いお兄ちゃん出てきて、もっと死んだ。え、怖い。確かに気まずい。ダブルパンチ、泣き綱に走ってことやんな。でも分からへんね、そのスキンヘッドのお兄ちゃん心配してきて出てきてくれたかもしれへんし。なんでぶつかったんって言われたら怖いよね。怖い。え、怖い、どうしよう、なんか仲良くしましょうって言うことか。大丈夫ですって言うしかないよな。そこだけはな。はい、まあこんな感じです、はい、こんな感じでやっていきたいと思います。はい、続きまして、パーティーで、まあイベントだね、まあクラブイベントとかそっち系かな、うん、パーティーで、多分テンションが上がって飛び降りて背骨2本折れて死にかけた。え、やっば、飛び降りたって何？なんかステージの上からとかじゃない？ちょ、お立ち台かなんか知らへんけど。あーいって やったでしょ。はい、絶対に絶対やったでしょ。背骨2本ってやばいで。ここな、脊髄っていうのかな。え、ここ折れたら死ぬっていうか、死ぬっていうか動かれへんけどなるから本当に危険なんだけど、よかったね、無事で。いや本当に危ないよ。そうだよ、テンション上がっても飛び降りないでください。飛び降りないでください。気をつけてよみんな、いい加減にして。はい。え、でもさ、なんかごめん、子供の頃ってさ、高い塀とかからさ、めっちゃ飛び降りてた。なんか遊具とか、うん、飛び降りたくなかった。なんか木登って降りてたもん。俺もあの傘を頑張って上に持って行って、傘開いたまま、わかるやつ、どうなんでやろうとか言ってボンってなるやつな。めっちゃやってた。あれ楽しいよね。はい、続きまして、はい、新高の YouTube で笑いすぎて過呼吸になった。ほんま？本当に？ほんまか？新人で笑いすぎて過呼吸になるぐらいおもろかったんか？その動画何？詳しく教えて。真夜中に踏切渡ろうと思って渡って、ふと横見たらすぐそこに電車来てた。危ないよ。今のところ一番怖いかも、それ。めっちゃ怖いよ。めっちゃ怖いよ。なんで？カン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 とかさ、電車の音とか聞こえへんかったんかな。確かに。あ、イヤホンとかしてたんかな。イヤホンとかもしてたし、携帯とかに夢中だったんじゃない。危な。踏切はほんまに守ってください、信号とね。怖い、普通に怖い。うん、機械の力には勝てへんよ人間。やめよう、もうこの話怖いから。続きまして、11段の階段から真横に転げ落ちた。めっちゃ最近の話。怖い。危ない、危ない。頭とか打ったりとかしたらやばいんちゃうの。確かに。え、大丈夫だったの、怪我は。まあまあ、これ送ってきてくれてるから命に別状はないんやと思うけど、まあ、階段はないけど。あ、でも自分たちの家で落ちたよね、階段。しも落ちた、落ちた。し、あの昔キャスター付きのさ、勉強机についてるコロコロな椅子あるやんか。 あれに乗っていとことお姉ちゃんが遊ぼうみたいな、うん、ほんならそのキャスター付きの椅子をそのまま階段の上まで持っていかれて、落とすでみたいな感じで言われた。怖い。めっちゃ怖くない？怖すぎる、それ。椅子のまま結局落ちなかったんですけど。
多分自制働いたんだろうね、うん、お姉ちゃんも、うん、多分叫んでたと思う俺。怖い、超怖かった。次、車で拉致られたけど途中のコンビニでトイレ行きたいですって言って、その隙に逃げました。よかったね、女の子逃げれて。危なっ。ちか、あんねんな、車で拉致られることとか。それな、だから身近にないから怖いね、やっぱそういう女の子。ほんまに気ぃつけた方がいい。なんか今日の動画怖いしか言ってないかも、なんかあの他の、あのピックアップしてないやつでもパッて見たら下半身丸出しやったとか人って、女の子ってほんまに危ない。でもタカあるよ。ええええ、学校の帰りにお家向かってる時に、うん、目の前に男の人来て、うん、バッってやられて、うん、バッって閉めて走っていったのよ。おじいちゃん、おじいちゃんっぽい、なんかすごい性癖の人っていっぱいいるからね、うん、すごい超ビンビンだった。やっぱ男の子でもあんねんな。ゲイだったんじゃない？でもちなみに俺の友達の話やねんけど、うん、男の子で、うん、死ぬほどイケメンで化粧とかしててちょっと中性的やねんな。もうチンコとかついてんのか想像できへんぐらいかっこいいねんけど、うんうん、その子が電車に乗ってた時の話、うん、あのおばあちゃんが、まあ、その駅で降りんやろな。おばあちゃんが近く来て、その子扉の端っこでたとって携帯触っとってんて、うんうんうん、で扉開いておばあちゃんが降りる前にこうガッてチンコ掴んできたらしくて怖っ。で走っていったんて。だから男の子でもね、痴漢は多分ありえんねん。怖いね。うん、してどうすんだろうね。気になったんじゃない、ついてんのかどうかが。確かに中性的だもんね。うん、っていう、っていう。続きまして、好きな人好きすぎて近くにいるともうその好きな人の匂いで悶絶しそうだから息止めてたら動悸と痙攣やばかった。ちょっと幸せハッピーな死に、うん、死に方ってこと。死に方じゃないね。だからハッピーななんか死に際。好きすぎてその人の匂い嗅げなくて窒息死しそうになったってことやろ。でも可愛いそれ。よっぽど好きなんやろうな、うんうん。でもなんかちょっとストーカー気質ありそう。確かに目減らそう、うん、気をつけて、あなたが殺す場合もあるかも、人のことを。気をつけて。やめようこの話毎回ごめんね、冗談だよ、うん遊園地の回転するゴンドラの乗り物でベルトまだしてないのに動き出して回転して死にかけたよ。いやー、無理それ、意味わかんない。確認せへんかったの？そう、確認、スタッフが一人ずつ確認してないのやばいよな、それ。だってそれジェットコースターやったらやばかったで。うん、怖いね普通に。うん、想像しただけで無理。なんか俺ジェットコースター好きやったけど最近乗りたくないもん。なんでなん？なんか車輪が外れてとかさ、それこそベルトが途中で外れてとか、もうあんな吹っ飛ぶんやん。でもさ、シンとジェットコースター乗ったら本当に楽しいよ。うん、でも俺最近本当に乗りたくない。でも無理やり乗せようくなってきてる。なんかもうな、乗る意味がないねん。確かに意味はない。それもし事故になったらどうする？だってさ、ただただ怖い状況を楽しんでるってだけでしょ。事故になったらさ、それでも乗ってよかったってならへんやん。やめようこの話、うん、やめようもうよかったと思ったらいいねください、うん、はい。続きまして、マッチングアプリで知り合った人とホテル行ったら首絞められて目の前真っ白になって気絶した。怖っ。怖っ。多分あっち悪気ないよね、多分分かんないけど、まあ、それじゃあ性癖なんやろ。うん、でもほんそういうのさ、なんかやるんだったら最初から言えよって話じゃない。うん、しかも出会い系やからほんまにどんな性癖の人と当たるか分からへんから、うん、ほんまに気をつけてみんな、うん、マジで自分を大切にしようね。なんか血出すプレイの人が好きな人とかもおるかもしれへん、もしかしたら。それで指折る人たちだっているかもしれへんよ、うん、そう、髪の毛一本一本むしり取れるみたいな、うん本当に気をつけて。本当に気をつけてよ、マジで。許すびっくりした、びっくりした、死ぬかと思ったでねーんっていうドッキリ動画でした。セフレの風俗嬢に包丁突きつけられながら告白された。ああ好きだったんだそれほど。ふわ、でも包丁はなしだね。でも一回さ、ニュースであったやん、ホストのお客さんがホストを刺した事件。うん、好きすぎて刺したやつね。でおもろいんが、そのホストさんの名前ルナっていう源氏名やったらしいんだけど、うん、その事件があったあと復帰してんな、ホストに、うん、痛みに負けるなっていう源氏名に変わったらしい。かわいい、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃんそれ。何？パパの船に乗ってたら真横でクジラに遭遇して本当に死ぬかと思った。いいな、めっちゃすごくない？でもクジラが打ち上がってきたら船もう転覆やからな。そうだよ、だから危ないけど、すごい貴重な、人生に経験しない人の方が多いからさ、うん、すごいよ。無事やったんやったらめっちゃ良かったんじゃない？タカも死ぬなら海がいいもん。え、溺れるとかじゃないよ。うん、溺れるとか、あ、じゃあさ海に返して。
あ、将来、うん、将来あの骨、そうそうそう、海に返して、鷹を。じゃあヘリコプターちゃんと予約するな。え、別にあのそのままでいいやん、あのなんで上からえ、違うの、ヘリコプターで骨砕いた粉を巻くんじゃないの。え、船でもよくね、別にえ、だってさ、上からやってさ、違う島にいたらどうすんの。なんか広範囲の海占領した方がいいやん、なんか違うじゃん、鷹の骨すれば。続きまして、教室でバカでかい兵した。あ、死ぬね、これはやばい、しんど、一番やだでもさ、バカでかくてよかったくない。え、でもさ、おならはまだマシだよ。なんかさ、違う、もう周りにしか聞こえへんぐらいのプーとかやったら結構死ぬけど、あの音が鳴らないやつでものすごい臭いやつは、うわー、もっと死ぬ。で、もう元凶分かってんねん、もうこっから空じゅわじゅわ来てますみたいなやつ一回やったことあるのよ。うんうんうん、もう挙手した、すみませんごめんなさい、私です。ちゅうかさ、おならさ、結構普通にする人おるやん、うんうんうん、教室とかで。で、俺は外で絶対に併用しないの。わかる。トイレとか行ったタイミングでしかしないのか、うん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 、で、外で誰もいない時とかにしかしない。で、それまでどんだけしたくてためんねんけど、うん、あのね、おならってのは誰がしたかわかんねん、音鳴ってなくても。その人の匂いと混じってるくない、おならって。タカはわかんない、シンは鼻が良すぎるからわかるんだと思うけど、そう、だから普段一緒にいる人の匂いってこう気づいてないだけで、うん、この人の匂いだっていう、それとその人のおならの匂いが混ざってんの俺わかんねやんか。タカ逆に耳がいいからさ、うんうんうん、吸って音でも吸ってもうお前ってできる。気ぃつけて、タカの目の前でおならする人、うん、でも言わないよ、だって。じゃあ新タカ揃ってたらもう特定できるやん。そうだよ、できるよ怖くない怖いよねそれ。あ、おならしました、せーの怖い。はい、次。8歳の時、サッカー習ってる弟に溝落ち思いっきり蹴られて意識失って死にかけた。サッカー習ってる人の蹴りはやばい、しかも溝落ちって急所やろ。え、たかも水落ちさ、ヤンキーにパンチされたことある。え、最低誰やねん、ヤンキーにパンチされたのこと。誰って覚えてるか最低最低、あんた最低まあどこまで使われるのかそれだ。でもちなみにちょっと似てるのがあって、俺兄弟昔小学生の時に空手習っとったんよ全員、うん、でお姉ちゃんと空手の練習をしとって、もうバカでかいクッションがあったの、ヨギボー並みのクッションが、うんうんうん、でそれでお姉ちゃんの蹴りを練習しとって、俺がクッション押さえとって、でなかなかこうへんから、うん、クッションずらしたら思いっきり蹴られて、でその日あの朝まで鼻血止まらへんくって救急車で運ばれた。え、それさ、朝までって寝たってこと。そのまま寝た、だからそのまま凍ら、窒息するよ。そう、凍らしたりとかしてたんやけど、ずっともうごくごく飲みながら寝られへんかった。え、窒息する。で朝方お母さんちょっとマジ止まらへんみたいな、うん、で救急車運ばれて血だらけのパジャマでな、うんうんうん、ほんで病院であの奥の血管が切れてるのでこれは止めれないです、なので焼きますって血管を、うん、焼いてつなげますって言って、鼻になんかぶっといなんかコテみたいなやつやろ。そう、うん、ハンダコテみたいなやつ調べたもん、なんかそれを入れられて焼かれました。やめようこの、うん、やめよう、もうなんかやめよう、やめよう。はい、続きまして、はい、私がヤバくて、精子ヤバくて救急車呼んでって言うても、うん、ババアがお金かかるんちゃんとか言うてた、おかげで死ぬかと思った。最低かけろよそこは、精子ざまよってんだから。お金かかったとしてもかからんかったとしても命はお金に換えれないので、本当に1分とかって大、何十秒が大事って言うやん、うん、その状況って。だからもう素人は分かんないから、そういう、うん、なんかいろいろ、だから秒でも出ましたな。え、でもほん、それ周りの人大事かもな。うん、やばいよそれは。だから急に頭真っ白になってさ、番号なんだっけってなる時もあるってことでしょ。うん、だからそれに耐性をつけたい、タカは。うんうんうん、それなんかもしシンが腕パッサーって切れました、ポトンって落ちました、うんうんうん、あ、切断された時。そうだから、そうじゃない、だから素人やん、一応電話はするよ。でもそれ電話した後の応急処置やんな、ここの止血をしなあかん多分。確かに。だからもう T シャツでも何でもいいから破いて、タカを思いっきり縛る。タカはハイブランドでも破るよ。うん、シンが腕なんで。それはもうそんなハイブランドと命変えられへんから全然いいけど、うんでもそういうの学んどかなあかんわ。そう、うん、そうだからさ、もし、うん、じゃあ自然災害が起こります、うん、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、うん、もう年齢上の方がさ、うん、怪我してたらさ、うん、助けてあげたいじゃん。うん、うん、てか本当に AED の講習とかさ、こう行った方がいいかも。だから一回行ったことあるよ。あ、マジで、うん、なんか高校とかでやったけど覚えてないから。確かに昔のもの、そうそうそう、ほんまにちょっと覚えてないかも。うん、ということで、はい、全部これで終わりました。
ありがとうございます。みんな本当にやばいよ、気をつけてね、はい、本当に気をつけよ。だってさ、種類が違えろこんないっぱいあったやん、うん、もういつ何が起こるか分からへん。で、最近はほんまに、なあ、俺ら結構死に敏感で、いつ死ぬか分からへんっていう状況で生きてるから、本当に気をつけてる。なんか別に死ぬのが怖くないって言ったら嘘になるんだけど、うん、なんか、やめよう、この人、なんかもう。なんか行きたいもんだって。行きよ、急に何があるか分からないから、みんな気をつけてね。急にさ、あ、電気ついた。え？電気ついた、あれ。何の電気あれ。はい、ということで今日の動画は終わりです。明日からもみんな気をつけていきようね。ハッピージャムジャムジャム最高踊ろう。